じゃあトミリュウです。今からバックスピンという技を教えていきます。名前は適当につけました。デモンストレーションしていきます。まあこんな感じで、まあ、地味な見た目なんですけど、やってみると意外と難しいです。はい。で、そうですね、やり方説明していきます。で、まずは入り方なんですけど、これ言葉じゃ説明できないんで、見よう見まねで覚えてください。はい。まあ、こんな感じで最後左足だけ地面に残る感じなんですけど、と踏み切る瞬間ですね、右腕と右足同時に後ろにこう引っ掛けるんですよ。はい。そしたら回転がかかるんで、その回転の勢いをつけるために残った左手で足を抱え込みます。はい。抱え込みながらこう回転させるように巻きつけに行きます。はい。まあ、こんな感じで、まあ、とてもシンプルです。はい。これちょっと意味わからないですけど、まあいろんなやり方があるという、はい、これはですね、パルクールで使えるかどうかわからないんですけど、段差とかで思いっきり段差からなんか飛び込むときに使えるかもしれないですし、まあ、地面でも今みたいな感じで組み合わせ技として、まあ、使えればいいのかなと思います。まあ、適当になんか組み合わせてみましょうか。はい、ぜひ、挑戦してみてください。安全なんで。はい、それではありがとうございました。